んだカラーっておじさんっぽくなるよねっていうところもあるやんか、うん、目が僕の方がちょっと丸い目してるで弟の方がもうちょっとキュッて釣り目の目してる気合いで見たんですけどどうでしょうかこれ若く見えますか、うん、はい本日はですね間違いだらけのおじさんになりやすい服装そしてカラーは何なのかというのをお話していきたいなと思いますということで清潔感あふれる白そして僕も白ということで、おじさん2人がねお話していきたいなと思うんですけども僕最近ね34歳って言ったら意外と若く見えますねって言われてすんねん昔結構年上に見られてたよねおっさんに見られてたよ、うんうんまあ、今もおっさんには見られてないけどその割にはちょっと若く見えられることがあったりするので、まあ、何を意識してるかっていうところをね、はい、簡単にお伝えしていきたいなと思います、まず一つ目っていうのがですねよく言われるんやけどくすんだカラーっておじさんっぽくなるよねっていうところもあるやんか、うん、例えば今日みたいなモノトーンな白黒やったらいいんやけど例えばこういうちょっとあの、うん、ベージュっぽい色味がおじいさんっぽいとかねこういうグレーのくすんでのおじいさんっぽいって言ったりはするんですけどもまあ一回まず着てみましょう When I think about the way we used to beはい、ということでこんな感じでくすんだ感じの T シャツ着てみましたでパッと見てうわおじいさんやなってなるかって言われたら多分そんなことはないと思うねんか、うん、でこれって実は人によってくすんだ方がむしろ得意っていう人もいてたりするので、うんまあ、それはちょっとパーソナルカラー以前動画も出してるんでそこ見てもらえたら分かるかなと思うんですけどくすんでるから何でもかんでもおじいさんっていうわけじゃなくて、うん、逆に苦手な人がくすんだのを着るとすっごいおじいさんになっていくので、うんまあ、この辺は自分に似合う色さえ押さえておけば、うん、逆に無理してる方がおじさんっぽくなる僕が明るい色をガンって着たら結構おじさん臭く見えるので、まあその辺っていうのは似合う色さえ分かってればそんなおじさんにはなりづらいということが一つで二つ目っていうのが、まあ、髪型ですよね髪型って一般的に2ブロックが清潔感あるとかって言われたりするけども、うん、多いっすね2ブロックが似合わへん人もいてるやん、うん、だから例えば彼と僕って全く同じ遺伝子なんですよ親一緒やからねだけど彼はどっちかというと2ブロック似合う顔してるんやけど僕は2ブロック似合わない顔してるので2ブロックしないんですけどもまあそれ何が分かるかっていうと次でまた喋ろうと思ってるんですけどやっぱ顔周りの印象で2ブロックが似合うかどうかっていうのが分かれてて例えば同じ、まあ、似たような顔してるんだけども目が僕の方がちょっと丸い目してるで弟の方がもうちょっとキュッて釣り目の目してるっていうのがこれで違い分かると思うんですけどそうすることによって要は丸い髪型とかが似合うのが僕、うん、だからあんまりシュッとして横を刈り上げてまっすぐシュッとしちゃうのはあんま似合いづらいけども、うん、どっちかというと細い目してるとか直線的な目してる人はそれ刈り上げとかが得意やから、うん、そういう人の方が刈り上げたりした方がいいという印象になってるので、まあ、髪型とかはそういう風に自分の顔の印象とちょっと合わせていくちょっと目が丸いクリクリしてる感じだったら2ブロックするよりかはちょっと刈り上げないスタイルって今あるから、うん、もう俺もそうやねんけど刈り上げないスタイルとかした方がいいかなと思います、うん、そのまま行くんですけどメガネよく30代とか超えてくるとね君シワできてるシワとかできてるできてるうんあ全然できてるあ、ね、あの俺も出てきてんよやっぱり、うんうんうん、でもシミはあんまないんやけどやっぱシワは出てきてね、うん、そういうまま目元とかあるからその辺をねこうやってメガネで隠しちゃえっていうのも全然悪くはないんやけどもまあやっぱりこういうのもメガネじゃ何選んだらいいのってなってくるやんか、うん、でその時にこういうさっきも言った目が丸い人とかはこう丸いメガネっていうのが得意なのでこういう丸いのでも全然いけるとじゃあ対して弟がこれかけていくとちょっと違和感があったりとかする、まあ、こっちかけるより例えばウェイファーラーのメガネ版とかかけた方がかっこいい、うん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 、ウェイファーラーってこうカクカクしてるのよ、はい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 、ああいうカクカクカクってしてるやつが絶対似合う、うんうん、で逆に俺とかはそういうのがあんま似合いづらい、うんうん、ので、例えばメガネつける際とかやったらそういう風に自分のこう似合うのとかもいいかなと思いますのでそういうところをやっていきましょうそして次がですねビッグシルエット今流行りのビッグシルエットやっていきましょうということなんですけどビッグシルエットビッグシルエットみんな言うけどもビッグシルエットで若くなるならんと思うんですよ、まあ、なる人は絶対おるけどな、うんうんうん、人によってこれは違うから3タイプあるんですよでその3タイプでどれが似合うかによって違うんやけども骨格がね体の肩幅とかの骨の骨格によって似合う似合わないがあるんですけど僕はオーバーサイズ似合わないんですよ一回ちょっと着てみましょうこれ今ジャストサイズで着てる、まあ、海外のやつなんですけどで次オーバーサイズ日本のオーバーサイズ着るとはい、まあ、着替えてみたんですけどどうでしょうかこれ若く見えますか、うん、ちょっとパタパタ感出てきますよねパタパタなってますよね、うん、これいかにもおっさんがオーバーサイズ着たらこうなるんやろなっていう余計老けてるような見えるかもしれんけども、うん、だって白着たからさ常識的に言うと白の方が爽やかで、うん、オーバーサイズの方がトレンドやねんやったらこれ合うはずやんか、うん、さっきのなんかグレーでくすんでてジャストやねん、うん、だからまあそこはあんまり流行りを追うとかじゃなくて自分の体型に合うもので体型は3つしかないって言ったんで僕はさ、ウェーブっていう体型ウェーブの人は同じくジャストこれが似合う人は唯一1種類ナチュラルっていう人だけがこのオーバーサイズ似合うので全員が全員似合うわけじゃないので、その辺は注意かなと思いますあと髪型でもごまかせれるけどね韓国風とかにして、うん、マッシュとかにしちゃえばっぽくは見えるけども、うんうんまあ、こうやっておでこ出したりして顔出すとやっぱ極端に似合わへんって分かってくるから、
これが髪型グーってパーマとかで分からんようにしとけばそれっぽくはなる。まあけど似合うけどどうやろうね。まあかっこよくはないけどぽくはなってるっていう感じ。そういうことですね。はい、ということでね、以上になっておりましたんで、じゃあ何がお前は言いたかったんやっていうことになるんですけども、まあとにかく自分に似合うものをまず見つけていきましょうということで、それが一番おじさんから抜けるのが早いやん。流行りおったは結果こうなってんねんで、これおじさんやんか、パジャマになってるやん。だからまあ気をつけていきましょうと。で、例えばこういう昔からあるバラクータとか、じゃあこれがもう100年も前からあるから全員が似合うんかって言われたらそうでもないわけよ、またそれも、うんうん、だからその辺は、例えばこれバラクータのなベージュもあったりですね。ベージュっておじさんっぽくなるやんか、うん、イメージは、うん、だけどそれが似合う人もいてるから、うん、全員が全員おじさんになるわけじゃない、うん、っていうところもまあそうやし、だから結構これ見てくれてる人の中でも、例えばいや分かるよと、バグは持ってたけど手放したとかな、うん、ルイスレザー持ってたけど手放したっていう人結構おるんやけど、やっぱそうやって似合ってるものをあえて使ってればいいんやけど、あ似合ってへんのなんか変やなってなったら手放すしかない、うん、だからまあそういうちょっと似合ってる似合ってない、せめてカラーとかそういうところだけでも見ていったり、まあ例えば目とかでも顔もあの目が丸いかどうかだけで見ていくだけでも結構違い出てくるから、その辺とかはいいんじゃないかなと思います。まあ、それで言うと俺ノースレス似合わんねんけどな。うーん、なるほど。ノースレスはあの俺本来似合うあれじゃないのよ、形とかっていうこと、うん、形もちょっとこうダボっとしてるし、フードが多かったりするし、うん、あんま似合うタイプじゃないんやけど無理して着てます。まあ色とかが合えば無理してでも着れますよ。ノースレスの色って冬場はこういう世間一般的に言われるおじいさんみたいなカラー、そのくすんでるカラーが多いので、僕これが得意なのでね、色が得意やからごまかせてるけど、形とかは俺似合うタイプじゃないのよ、うん、どっちかって言ったらこういうクラシックな方が俺は形体的に似合うんやけど、まあ、こういう、アメリカテイストのやつが似合う人もいてるから、うん、まあ、ただカラーが似合わへんかったらちょっと派手めいったりとかした方がいいと思うけども、うん、でカラーもまあ黒やったら何でもいいんかって言ったらそうでもないから、うん、じゃあブラックが似合うんかっていうとみんながみんな似合うじゃなくて、やっぱ暗くなっちゃう人もいてるので、まあ、その辺はね要所要所こう気をつけなきゃいけないんですけども、オーバーサイズやったら何でもいけるとか、くすんだ色はやめとったら何とかなるとかっていうわけじゃないっていうことなんで、まあ、自分に合ったやつを探していけばおじさんでもおじさん臭く見えないっていうところになってくるかなと思いますので、以上になっておりました。ということで本日はですね、間違いだらけのおっさんになりやすい服装カラーということをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。